さあここは何が余ってるのかな。これいけるか。ダメだ、高さが足りない。降りてみる。おお、こうなるんだ。ぴょんぴょんしながらいけるかなって思ったんだけど、あいて、あ、割といいもん。高さが足りない。さあこのまま行ってみる。いける、いけ、いけ、いけない。ボール、お、ボールには効かねえんだよ。ハート豆、スピード豆、じゃあボール前にここ来たら最後までいけないってことだね。さあここに、おっと、受け身ハンマー、ハンマーだよね、受け、いやでもハンマー、受け身ハンマーウェア、攻撃カウンターができなかったら受けるダメージ 20%、 単純に守備力も高いっていう装備やな。でブラザーウェア、今ねあのルイージのね電気ドッカンを打ちまくるんで、ルイージが BP 回復の方が美味しいかな。さあ経験値をちょっと増やして、なかなかいいものありましたね。じゃあ俺帰るから。んー、じゃあね、今この移動してる間にとっとと移動しろよ。もう一個のサブクエをこなしていこう。はい、ということでメリーゴーランドが2個あったね。行くぞー。さあ入り口に1つ、奥に1つ、まあまあ入り口から。お、キノコじゃねえか。これ夢です。もうキノコ王国には帰れない。一応ここで歩くキノコと呼ばれながら生きていくんです。本物のリージさんとマルスちゃん、本当に本当ですか。聞くんだよ、どうぞお前。天空を貫く旗のジャンプ、マルスちゃん、リージさんということで、PG 姫と一緒にこの島に来たんですが、仲間の木の秒差はぐれてしまったんです。あ、やばい、囚われる。あそこの木が帰ってこないで。大変なことになって。お願いします。ブラザーハンマーあげちゃうからね。はい、ということで、向かうのはあそこですが、ルート的には戻る方が早いはずなんだけど、先にこっち見とこうか。うん、うん、とりあえずね、ここ入ろっか。そこのね、クジラの尻尾みたいなところは、マリオさん、いました。ヘープ。あかんね、やっぱマワさんとあかんっぽいね。ほら、怖い。怖い。ということでね、必殺持ち込みまくるんで、ダイナモ、ダイナモ、ダイナモ感覚。いや、今ね、ちょっと失敗したらどうなるのか。
ああなった。ちゃんと X のフィニッシュはしなければいけないです。これ直接当てないとダメなのか。飛んでるやつには直接当てないと、直接当ててもダメだ。あーもう全然ダメージ食らわねえ、全然食らわねえ。あ、楽ちんだけん。X は必要。あれ、なんか1回しか落ちなかった。どういうこと。今度はね、あいつに当ててみましょう。この目を刺すんだよ、し相手は死ぬ。お、ルイージが特にチャップ。マジでね、昔の RPG って感じで。レベル上がると超楽勝になる。RPA するとクソだよ。はい、ということでね、あいつの助けに行かなきゃいけないので、マップの左下で、回転させてから。ここ回復あったっけ？ねえよな。行くぞー、全力ダッシュ。お前らの攻撃なんて効かねえんだよ。セーフ。行くぞー。お、誰かいたね。壁が動いたぞ。でこのまま中央行って。中央行って中央で1回か2回回したらいけた気がする。おや、ということで、例えばキャサリンどうなったんだろう。あ、いいか。よし、オッケー。もうね、負けるほどではないけど、 DP 使っちゃったな。まあいいか。助けに来たぞ。来ないで、あいつ来ないから、一キャップしちゃうから。待たせたな。すごいいるよ。痛い痛い痛い。あかん、めちゃくちゃ痛いっすね。減らないんだよ。
ボス戦前に減らないアイテムである。リセットして、やったか、一匹だけか。てかこいつらあれか、レベルの問題か。さっきのさ、雑魚戦は全然痛くなかったんだけど、レベルが高いんだ。ナイス、フラフラガード。いやー、で今アイテム減らないじゃん。ちょっととね、今減らないんで、これ使っちゃってゼロにしてクールタイムに入れときたい。そしてギリギリ使える。ほらよっ、ちょっと足りない。まあまあまあ、これで2人になった。おお、ラフ増えた。はい、じゃあはい、ということで減らないアイテムをとっとと使っちゃいましょう。まだ次のボス戦まで時間かかると思うんで、クールタイムにしちゃおう。クールタイム、クールタイム長そうだよねこれ。29、30ターン、だいぶ長いね。まあ防御し続ければ。このゲームって防御あるの？ないよ。マリオ、まあボス戦でね、高級アイテムを消費なしで使うためには、やっぱ重要なのはレベルみたいだね。マリオさん、ルイージさん、あいつ、お二人はトリになりますね。私まで待機してます。応援してますよ。なんかハンマーくれる。ブラザーハンマーあげちゃう。もらったブラザーハンマー、おお、攻撃力さらに、しかも BP 回復。いやこれはルイージにね、持たせましょうか。今装備してるのは特殊な効果なしなんでね。やったぜ。くしゃみが。さあ、それではこちら広大の前に、ね、何かしらのイベントが。でここのはね、レベルが低いはずなんで、おやおや、ほら、もうね、だいぶ
楽ちん楽ちん。あ、もう出ない。あばよっ。さあ、これでルイージ経験値追いついたかな。1327、1349、あと1回ぐらいだね。お、メロよりも発明家に会いたくて来たの。いない、ね、メリーゴのメロに挑戦したくて思ったより疲れる。一回遊べば十分かな。あのね、別に遊ぶのはいいんで、敵がいなければ。ああ、もうここにはいないか。ここにピンク色の魅力的な子がいたって聞いた。キャサリンか。あわよくばお近づきになりたいなんてね。え、知り合い？ここ絶対キャサリンですよね。ピンクの子をお探しか。かけら島の上でピンクの子を見たよ。岩がたくさん積まれてあげられている島だったかな。これは大きな手がかりですね。かげら島って今から行くのか。スーパーナッツとスーパーシロップあげちゃう。キャサリン、ここにいたキャサリンだと思ったんだけど、まあ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 。じゃあ次のところだね。はい、ということで、まあこことここに行きましょうか。これもちょっと気になるんでね、とりあえず帰ろう。さあ、ただまあ、ここに戻ってきた時点で回復されてるわけじゃないんで、ちゃんと回復をしてもらう。で、足りない割と不便。はい、ということで、まあセーブを挟んで、ちょっと加速。あの尻尾どうだ。だろ。よし、まずこの尻尾で発見。尻見て尻見えて尻見えて、尻見てとか、まあ尻見てか王ですけど、ね、さあ次は何もらえるかな。ムフ新しいの見つけたのね。さあお礼よ、ヒゲなでグラブあげちゃう、ね、次は、4個。じゃあ次はこっちだと思います。おそらくここがさっきのね、こちら、サーサーイートこれなんじゃないかな。加速しろ。では行きましょうか。発見、砂ばっか。あれ、これ目的地の方だよね。こっち先行こうか。これメインストーリーだし、こっちじゃない。さあほらーね、やっぱね、こっち先済まそう。行くぞー。ということでね、ピンクを探しに行きましょう。近いな。ちゃちゃっと終わらしてまいますか。いやー、まあどう考えてもキャサリンだね。
今日の私のコンディション最悪だから、針がないシリボンもよれよれ。嘘でしょ、下に誰かいるの。やだ、マリオとルイージじゃない、会いに来てくれたの。でも今日はダメ、見られたくないから。おい見てろよ。おや、ほらほら切るぞ。ちょ壊せちゃうの、この岩壊せちゃうの。おや、あーやめなさい、私に会いたいのはわかるけど、ちょっと。おや、わかったわ、熱意は十分なほど伝わったから、このまま帰れば何でも言うこと聞いてあげる。ん、今何でもって言ったね。そこから降りてきてって。ダメに決まってるじゃない、もういいでしょ、帰る気になったんじゃない。何でもって言ったじゃないか。てかどんだけ積んどんねん。もうダメ、見られちゃう、見られちゃう。おや、フィニッシュ。いやー、見ないで、上まぶたがほんの少し垂れちゃったの。誰もそんなの気にしねえよ。え、私を探してた。何それ素敵、運命感じちゃう。私も会いたい。いいよ、早く行きましょう。そわ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 、ピンク色のあなたが、あなたが私に会いたい。はい、会いたかったです。ずっとピンクの可愛らしいお顔にキュートな赤いリボン。あなたつぶらなお目目が素敵。何も言わなくても分かります、あなたたち心でつながっているんだわ。私その頑張れ、行っちゃえ。ごめんなさい、ゴー、私追いかけたい派なの。そんな、それでこそ燃えるってやつよね。はい、振られた。それでもわざわざ来てくれてありがとうございました。お会いできてよかったです。私もよ、またどこかで会えるといいわね。ありがとうございました。結果はダメでしたが、話せただけでも元気はもらえました。これあげちゃう。ぷい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 。じゃあ僕はこれで。なんで前向きな男だ。お、岩礁来た、岩礁、とっとと帰ろう。おお。急げ急げ、写真を撮るんだ。うんこ、これ浅草のうんこか。浅草のうんこってなんだよ。こっちじゃない、これか。なにこれ、海のバトロック。過去作のキャラかなんだか。よし、まあ何はともあれ、じゃあこれやな。砂バッカ島はおそらくダンジョン的なやつで、もうこっち向かえばいいのかな。よし、ではもうこっち向かい出しまして、加速。さあそれでは行きましょう。まあさっきチェックはした、飛ぶだけ。あ